があります。この曲はですね、やっぱり私一代一曲目に歌った歌と同じ別れがテーマの曲です。秋なんです、ね、秋で別れがテーマなんですけれども、その別れまでの経過の時間っていうのがすごい大事だと思います。どうせね、人間いつかは死ぬからっていうのは私はずっと思ってるんですけど、わかんない、わかんない、明日事故死するかもしれないし、死なない、な、黒沢さんこそ不死身そうなんで、いやいやいや、まあ、まあ、じゃあ死なないと言われたことでこの曲否定されちゃった感じなんですか。 ではですね、この曲は、最近動画、YouTube の方にも動画ちょっと公開してみました。YouTube チャンネル、リエ歌うたいっていうチャンネルがありますので、もしよかったらそれ探してください。この曲の弾き語り動画上げておきました。では、旅行くもの、オリジナルを聴いてください。最後の曲です。